皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。この動画はポッピンの基礎ムーブとなるダイムストップ、こちらを詳しく解説していく動画になっています。初心者がマスターしたいボディーコントロールと題して、ポッピンの必須となってくる基礎を何本かにわたってご紹介していますが、ダイムストップは基盤となってくるボディーコントロールの一つです。ポッピンらしいとされるニュアンスを表現するためには、初心者にとって難しいと感じる部分があります。今後柔軟に自分のスタイルを作り上げていく段階で、元となってくる構造で迷うケースというのがよく見られます。このダイムストップもその一つです。基礎中の基礎ですので、ご自身で工夫をしていく時期というのが必ず訪れると思います。その時に個性を作り上げていくために大切になってくる根底の部分をお伝えできるように努めていきます。さらにタイムストップのボディーコントロールはヒップホップをはじめ全ジャンルで応用できるようになっていますので、マスターしておいて絶対に損はないです。ボディーコントロールの基礎となってくる6つのポジションとは、そしてその体の使い方とは、というところで初心者の方にも経験者の方にも発見があるような解説にしていきたいと思っています。そしてそれぞれのテクニックに練習できる実践編、詳しく説明している解説編をご用意しています。フレズのフレックス、ダイムストップでは重心の移動を、そしてウォークアウト、ボトムファーストではツイストの基礎を学んでいただき、この後出てくる様々なムーブへの基盤としていただければと思っています。皆様の目的に合わせてご覧いただければ嬉しいです。さらにポッピンの醍醐味となるポップ、そしてヒット、こちらの動画はすでに公開してあります。ご紹介している各テクニックに混ぜ合わせていくと、ご自身の理想のスタイルに近づいていくと思いますので、ぜひ合わせてご覧ください。関連動画は URL を概要欄の方に貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスレクチャー動画はもちろんのこと、ストレッチや筋トレなど皆様の私生活にもお役に立てるような動画を作っています。チャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンの方も押していただけるととても嬉しいです。それでは丁寧に解説していきたいと思います。いきます。はい、6、7、レッツゴー。それではポジション、軌道のところでお伝えできることをできるだけギュッとまとめてお伝えしていきたいと思います。本当に初心者の方は一体どうやって練習すればいいのかわからないという方が多いようですので、ルールではないんですが6つのポジション、これを覚えていただくところからスタートしてみてはどうでしょうかということで、今回の実践メニューを組み立てています。その6つのポジションを確認していきましょう。まずは肩幅程度に立っていただいて、気をつけのポジションを作ります。このポジションをつま先ごと斜め45度方向2番の方に向けちゃってみてください。そしてここで好きなポーズを取る。腕はね、今回は指定はないですけれども、これが1つ目のポジションになってきます。2つ目のポジションはお辞儀ポジションです。ここ骨盤のところに手を置いていただいて、ここを動かさないようにお辞儀するパターンの方もいらっしゃいますし、バランスを取りやすくするために重心を少し後ろに下げてお辞儀をするタイプの方もいらっしゃいます。これはご自身の感覚がフィットする方、シルエットが美しい方を選んでいただいていいと思いますけれども、初心者のうちは背中はまずまっすぐにしといた方がいいと思います。お好みでね、私のようにこう被せるスタイルが好きっていう方は後々研究をしていく必要があると思います。さあ、3つ目のポジションはダウンポジションと私は言っています。このノーマルのポジションから膝だけを曲げた形です。このボディの直線がありますよね。縦の軸が横に移動することなく上下にスライドしている、このようなイメージです。足首の柔軟性限界まで曲げられると思います。ポイントとしては、後ろの足のつま先と骨盤、そして肩、このあたりがまっすぐになっているとバランスが非常に取りやすくなります。今これで3つ目まで行きましたが、これを反転させる、シンメトリーにして3つ取っていくだけです。このまま4つ目のポジション、そして5つ目のポジション、6つ目のポジション。これが合計6個で、これをですね、繋いでいくということで、ダイムストップ練習でポジションにどこに行くのかということで迷わなくなると思います。さあ、6つのポジションを覚えていただいたところで、いよいよそれを繋いでいくということになります。右側で3つ、左側で3つのポジションがありますよね。これ片側だけで考えたら、奥にこうお辞儀をしたりとか、膝を前に出したりとか、この前後に体をコントロールしていくことによって、ポジションを繋ぐことができます。問題になってくるのは、片側からこっち側に行くまでに必ず回転させなければいけないということになってきます。今回私がこのポッピン基礎ムーブシリーズの中で最もお伝えしたいことの一つに、軸、重心移動、タイミング、この3つあります。1個前のフレーズのでは、つま先視点を使ったこのボディの回転を練習していただきましたが、このダイムストップでは絶対じゃないんですけれども、かかと視点で回転をする。回転をする。これを練習していただきたいと思っています。この3つそれぞれのポジションを、例えばノーマルポジションからノーマルポジションにつなぐこともできますし、お辞儀のポジションからお辞儀のポジションにつなぐこともできます。もちろん、これでもダウンポジションでも OK です。これでも
つなげます。これを対角線でつなぎ合わせたりすることで、より面白い軌道も描くことができますね。左右への回転、これは必ず縦に串を刺された軸を意識するように、どのポジションでも軸を刺されている状態、これを意識して回転をするようにしてみてください。さあ、ここからはダイムストップが無限のシルエットを作れるという可能性を秘めている重心移動の話に移っていきます。これまでの話では基本的に重心というのは中心に置いていました。足と足の真ん中にあるようなイメージだったり、まあ、少しはね、後ろに行った方がバランスが取れるっていうのがお辞儀ポジションだったりとかもするんですけども、基本的には真ん中にいるということになってます。しかし、この重心をですね、前後のポジションも取ることによって、シルエットが変わります。はい。初心者の方でも少し物足りなくなったら、前後の重心移動も入れていくといいと思います。これがお辞儀のポジションであったとしても、前も行けますし、後ろも行けますので、ダウンポジションであっても前、真ん中、後ろと、はい、コントロールできるようになりますので、これでね、飽きちゃったらいろんなところに重心を、前後奥行きを使ってシルエットを変えることができるよということです。さあ、最後にタイミングの話です。タイミングっていうのはアクセントと言い換えても OK かもしれません。ダイムストップも例外なくスタートポジションとエンドポジションがあるわけです。これを基本的にはスロー撮りでつなげていきましょうというのがダイブストップになっていきますが、エンドポジション、つまりアクセントのところでは何をしているか。まず一番最初にやっていただきたいのは、しっかりとストップさせることです。行ったらストップ。これを音楽と合わせていきたいわけです。ここで慣れてきたらポップの技術使ってみてください。ブーン、ブッ、ブーン、ブッ、ブーン、ブッ、ブーン、ブッ。だんだん強くしていってもいいと思います。そして応用となってきますが、スタートするときにですよ。スタートするときにポップを打ってからスタートする。こんな応用もできますし、他にも軌道を円で繋いでいく。そして複数の軌道で繋いでいく。など、いろいろバリエーションは作れるんですけれども、今回別動画の実践編の方では、いろんなポジションをしっかりと直線的に繋いでいこうということで練習していますので、まずはスローで繋いでストップ。というところで、6つのポジションと前後真ん中の重心移動、これを意識して練習するようにしてみてください。それでは Tips コーナーに移っていきたいと思います。いくつかのコツの方、そして考え方の方をシェアしていきたいと思っています。ダイムストップについてはルールがないと言っても過言ではないので、あまりね、こだわって、こうでなければいけないということは伝えたくないんですけれども、大事にお伝えしたいなと思っているところは、足の裏のコントロールを3種類使い分けてほしいということです。その一つが、つま先を支点にして回転をするやり方。二つ目が、かかとを支点にして回転をするやり方。三つ目が、かかととつま先をこのようにテレコにして回転をする。やり方。この3つの使い分けをしていただきたいと思っています。1個前の動画で、フレズノもご紹介してるんですが、フレズノはつま先を支点にして回転をしていくテクニックです。これをバラバラと使っていくステップですね。今回のダイムストップでは、かかとを支点に回転をさせるということが大事になってきます。フレックスというテクニックでは、つま先とかかとをテレコにして折っていく。戻す。こういうテクニックになっています。この3つの使い分けができると、ポッピン、かなりいろんなことで応用ができるようになっていきますので、しっかりと練習してほしい部分です。では、ダイムストップの話に戻っていきましょう。ダイムストップでは、かかとを支点にした回転を練習してほしいと。これをお伝えしています。もちろん、これ絶対じゃないんですよ。他にも、こう、入れ替えて、ダイムストップ、全然練習していただいても構わないんですけれども、まあ、これ使えた方が絶対いいよね、ということで、今回はかかと支点のものばかりを実践編の方ではやっていただいています。そこで、この回転をするためのいくつかのコツなんですけれども、肩幅程度に立っていただいて気をつけをすると、まあ大体おへその真ん中って左右の足の真ん中に来るじゃないですか。この状態からこの太ももと太ももをギューッと近づけていくようにすると、お尻と太ももの内側、内転筋というところが熱くなっている、使われているのがわかると思います。イメージで言うと、この三角形を圧縮して縮めようという努力をするということですね。こうすることによって、下腹部まで固まっていきますので、回転をしていくときに、ふにゃふにゃした印象に見えずに、何かこう台が回転しているようなイメージで回して見せるようにすることができます。力入れずに、こういうふうに開いた状態、つまりこれ上半身とも連動をしない状態になってますけども、こういう状態で回ろうとすると、体もぐらつきやすくなってしまいますし、なんて言うんですかね、この軌道のスロー感というか重みがなくなっているようなイメージに見えませんか？
対して上半身と連動させていくと、なんていうんですかね、軌道に重みが出ると言いますか、スロー感がしっかりと表現できるようになるのって分かっていただけますでしょうか。初心者のうちはこの回転のところが非常に難しくなっていきますので、しっかりと体を一本にする、そして先ほどもお伝えしたように軸を作った状態で、体が一個もね、パーツがずれないように意識した状態でぐーっと回す、これすごく大事にしていただきたいところになってきます。ノーマルポジションでの回転ができるようになったら、お辞儀ポジションでもこれができるようになるといいですね。前に体が大きく振られてしまうので、こうやって遅れたりとかブレやすくなってしまうんですけれども、ここでもしっかりとお腹を固めて、上半身も固めて、まっすぐに移動できる、最初から早く持っていかないで、じわじわじわーっと移動できるような練習をするといいと思います。軸が少し上から見た時にこの辺に刺されているような印象になっていくといいんじゃないかなと思います。もちろんダウンのポジションでも確認してみてください。そしたらこれを対角線でつないだりとか、こういうことですね、対角線でつないだりとか、自分の中で軸を意識してそこに体を合わせていく、ここに軸をイメージして合わせていく、こうするとやりやすくなると思うので練習してみてください。さあ、それでは次の話題に移っていきましょう。タイミングの補足説明になっていきます。ポップの醍醐味でもある体をブンブンと弾いて見せるポップの技術、分類すると私は3つあるかなと思っています。1つがポップ、2つ目がヒット、3つ目がストップです。まあ、それぞれ何が違うかという細かい説明は別動画でご説明をしているので、そちらを興味ある方は確認していただきたいんですけれども、今回はまずはそのエンドポジションに対してスッとスッとしっかりと体を静止させるというイメージを最初大事にしていきましょう。例えばここからお辞儀のポジションまで行ったらストップ、ここが完全に体が動かない状態というのを作ってみてください。それを音楽と合わせるということですね。セーブン、エイ、ワー、トゥ、ワー、トゥ、ワー、これがそれぞれのポジションをつなぎながらスロー&ストップ、スロー&ストップというイメージで練習するのがまず第一に大事なことです。その次に入れられたらポップの技術を入れていきます。ポップは当てに行くのではなくて弾けるということなので、一度ストップさせてからブラしていく、一度ストップさせてからブラしていく、こういうイメージでやってみてください。同じ姿勢でやると、ここからスタートさせてエンドでストップさせてからポップ、ストップさせてからポップ。これをほぼ1挙動で、ブーン、ブッ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 。よくありがちなのは、軌道を行って、押し込むように持ってっちゃう方もいらっしゃるんで、こうすると、ヒットの、ブン、ブン。弾けるというよりは、ブレの方になってしまうので、ここは、気をつけるようにしてみてください。最後に腕の使い方、これしてないんですけれども、こういうふうに考えてみたらどうですかというところで、少しね、頭の中を整理してみましょう。腕見ると曲がるところって、肩、肘、手首、この3つがあるわけです。細かくなってくると混乱しちゃうので、今回は肩と肘の曲げるところを意識してみましょう。肩と肘の組み合わせをいろいろ作ってみて、そこから微調整して、90度だと少しかっこ悪いな。あ、だから少し胸のフレーバー入れてみて、ここでちょっとニュアンス作ってみよう。ブン。反対行ってみようかな。あ、まず、あ、じゃあここに行っちゃった。ここだったら少しニュアンスダウンにしてみようかな。肘先は落としてみようかなということで、ここで打ってみよう。ブン。移動してって、あ、ここに来たな。そしたらじゃあちょっと雰囲気作り直してみようということで、少しずつね、この90度のところからシルエットをコーディネートしていくといいと思います。以上で Tips コーナーは終わりになるんですけれども、今回お伝えした内容は初心者用ということなので、いくつかルールを限定させていただくような形になりました。質問で多いのが、正しいダイムストップの練習の方法を教えてくださいとかっていうのが多いんですけれども、ダイムストップ自体は一時停止をするような動きであるということが大事なので、ポージング、軌道っていうのの指定というのがないんですよね。ただそうなってしまうと初心者の方は混乱してしまうと思ったので、とりあえず3つずつ左右でポジションを取ってみてはどうですか？重心は前後に移動させてみてはどうですか？それをパズルすれば自分で練習メニューを組み立てることもできますよね、ということでご紹介させていただいています。ですので私がこの動画で伝えている内容が正しいということではないということをちょっと頭の中に入れておいてみてください。ただその無数の中でもね、やっぱりかっこいいシルエットっていうのはある程度決まってきますので、人間5体は一緒ですから、しっかり気をつけをしたポジションだったりとか、このお辞儀のポジション、ここから応用して、私なんかは被せるのが好きだよってお伝えしましたよね。それとか、例えばダウンのポジションで自分はちょっと奥行きを見せたいから少し胸をアップしてポーズを取りたいんだよねとか、自分の中でいろいろそのポジションから派生させていくことで、ポジション練習と自分の個性練習っていうのが両立できるようになると思いますので、ぜひご利用してみてください。それでは Tips コーナーを終わりにしたいと思います。
皆さんお疲れ様でした。ダイムストップについて理解は深まりましたでしょうか。このムーブは軌道をスローでつなぐという特性からポッピンの特徴をかなり表現できるテクニックだと思います。この動画の作成にあたり伝えたいことを改めてまとめてみたら、通常よりも倍以上の箇条書きになってしまいました。ですので今回は初心者用ということで絞ってお伝えさせていただいています。いつか中級や上級の部分もお伝えできたらいいなと思っています。ダンスを踊っている最中にパッと止まる、つまり一時停止するような動きっていうのは、冒頭でお伝えしたように他のジャンルにも応用が効きます。このようなシーンではダイムストップの軸を集めるというテクニックが役に立ってきます。ダイムストップをマスターするための実践練習動画も別にご用意していますので、そちらもお役に立てると思います。このムーブを練習することでポッピンを踊るための感覚を養っていくことができるはずです。では簡単に復習していきます。6つのポジションをスローでつなぐ技術です。かかと視点で回転をしていく技術をマスターしていただきたいです。重心移動を利用すれば6つのポジションのシルエットを変えるだけでシルエットを増やして見せることができます。何よりもストップのイメージを大事にしてください。このポッピン基礎ムーブシリーズでは、初心者の方に取り組んでいただきたいテクニックをギュッとまとめてお伝えしていくシリーズです。フレズのダイムストップフレックスでは重心の使い方を、そしてボトムファーストウォークアウトではツイストの基礎を学び、他のテクニックへの基盤としていただきたいと思っています。またポップの醍醐味であるポップやヒットの技術を詳しく解説している動画も別にご用意しています。各テクニックに混ぜ合わせていくとご自身の理想に近づけると思います。関連動画は URL を概要欄に貼っておきます。スペースアートダンス TV では、皆様のダンスライフがエナジーあふれるものになるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンも押していただけるととても嬉しいです。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。私は仕事の一つとして学校の授業や部活に足を運ぶことがあるんですが、最近のティーンエイジャーは本当にダンス上手ですよね。今日からダンスを始めますとか、例えば体育の授業に行く場合だと、ダンスには全く関わったことがないという方とも出会うわけですよね。それでもテクニックを教えてできるというところまではパパッと言ってしまいます。私の高校生の頃と比べてできる率っていうのは格段に上がっているような感じがします。それだけダンス文化が広がり根付いてきたのかなと嬉しい気持ちになるというのが、実はこの春先の時期だったりします。皆さんも何かふとした時に嬉しさを感じたりとか、そういった体験談があったら、ぜひコメント欄で教えていただけるととても嬉しいです。次回はフレックスという技術をお伝えするレクチャー動画です。今回のダイムストップ同様、とても地味な技術なんですが、非常に重要なテクニックとなりますので、ぜひ取り組んでみていただきたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.